修道院全体の長名リチャード一世の墓。広報は、イザベラ・オブ・アングレームの墓修道院の庭フォントブロー。修道院は、フランスメイヌイコーヌイコールロワール県、フォントブローラベ近郊にある修道院。巡回説教師、ロベール・ダルブリッセルによって創建された。彼は、フォントブロー修道会の創設者である。最初の高級的な建物は、1110年から1119年に、 かけ、立てられた。修道院は、男女の聖職者が分かれて、生活を送っていた。修道会は、外国でも成功を収めた。多くのフォントブロー派修道院がイングランドに立てられた。ロベールは、修道会の指導者は女性であるべきだとして、初代委員長として、ペトロニー・ユド・シュミエを任命した。彼女の後継者となったのは、イングランド王ヘンリー2世のおばにあたる。 イザベル・ダンジュであった。この措置が、フランス・ブルボン王家を含む多くの後期で裕福な、未装を年中引き付ける要因となった。ルイーズ・ド・ブルボンは、自らが院長を務めていた間、自分が手を加えたものの多くに、自身の文章を残した。なお、創設初期には、プランタジネット家が、イザベル・ダンジュが院長であった時代、さらに、ヘンリー・ニ世の日アリエノール・ダキテーヌが夫なき後に、 二層として、フォントブローにいた頃を通じ、修道院の有力な講演者であった。フランス革命の間、修道会は放逐された。最後の院長団体は、緊急のうちに、パリで死んだ。1792年8月17日、革命政府の命令によりすべての修道院が、明け渡され、同年10月1日に完了した。 修道院は1804年から1963年まで刑務所として使われ、1963年にフランス文化省のものとなった。修道院付属協会の修復は建築家、リュシアン・マーニュの指揮のもと1906年頃に終了した。修道院には、ヘンリー2世と王妃、アリエノールの墓、二人の子供リチャード1世とシチリア・オーグリエルモ2世・非常の墓がある。 ジョーンが二度目の夫トゥールーズ・ハクレーモン六世との間に生んだ息子トゥールーズ・ハクレーモン七世の墓、ジョン王の日イザベラ・オブ・アングレームの墓もある。ジャンジュネは33歳の時にフォントブローへ収監された時の経験を半自伝的小説、バラの奇跡に書いた。ありがとうございます。